宮原三神宮は、熊本県八代郡氷川町にある神社である。旧社格は豪社。八代北部全域の守護神として尊崇されている。1159年、二条天皇の直命により、平野盛森が、越中禅寺、平森都市に命じて、社殿の造営が始まる。1161年、社殿が春工。平森都市の弟である、平森房を社子に任じ。 直死、平野重森らと共に御越を奉じて、神霊を感動し創建された。伊勢神宮内宮、日吉大社、下鴨神社の三神を祀ったので三宮社と称した。1588年、キリシタン大名、小西行長の焼き討ちにより、社殿が消失した。1602年、加藤清正公により復旧し、後の細川氏より手厚い保護を受ける。 1661年、上倉寺を、はじめ六房が混流され、八代の妙見宮に習い、宮原妙見者となる。明治維新以降、神仏分離令により、上倉寺を廃止、社号を、宮原三神宮と改称し、合社に列した。日本歴史地名台形44、熊本県の地名平凡社、1985年704ページ。 角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典43熊本県、角川書店、1987年、1057から1058ページ、熊本県教育会、石川愛嬌編纂、八代軍史1927年。ありがとうございます。